ハタキュー。はい、どうも梅水です。今回は視聴者様から届いた質問第2弾をやっていきたいなと思います。コトコ、アオイエイル、水木奈々かな。名字が梅田のくせに梅干し。時間にルーズな人やイライラする人。おすすめの飲食店はたくさんあるんですけども、最近はね、真心キッチンドラゴンボールっていうお店が、おすすめです。今度動画にしたいなと考えてます。好きなお酒はね、カルーアミルク。あとここにありますね、ほろ酔いハピクルサワー、これ最高。だいたいね、日曜日はこれ飲んでます。さあ開けようかな。いいね。あー、うめえ。好きなアイスは雪見大福とブラックモンブラン。好きなブランドはユニクロです。ちなみにユニクロ製です。ぜひお買い求めください。好きな焼き鳥は豚バラとぼんじり。好きなサウナと温泉、サウナはホテルキャビナス、温泉はね、中川にある天然温泉の清流。好きな YouTuber いっぱいいるんですけど、YouTube 始めたきっかけがね、まあレトルトっていうね、ゲーム実況やってる人、あとキヨとかガードはね、ブライアン。炙りチーズサーモンとアナゴ。東京の秋葉原。一度もね、行ったことないんで、行きたいなぁと思ってます。コップ一杯の水を飲んで、ベッドメイキングして、朝食。ラーメン食べるときね、絶対スープまで飲む。まあ、完膜するってことね。好きなタバコっていうか、タバコ吸わないんですけど、吸ってた頃はね、セブンスター吸ってました。タモリさん。最近の悩みはね、寝れないことかな。寝てもね、すぐ起きちゃう。というわけでね、質問全部答えました。まだまだね、いろんな質問してきてほしいと思ってるんで、ぜひね、コメント欄でもいいんで質問ください。できる限りね、答えたいなと思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。はい、せんちゃんです。質問コーナー第2始めていきます。僕ビジュアル系が好きなんですよね。その中でも一番ハマったバンドがルナシーで、ルナシーの深夜さんです。僕がビジュアル系とドラムにハマった張本人です。漬物とキムチですかね。キムチはギリいけるんですけど、漬物ほんとダメですね。しょうもない嘘つく人じゃないですか。おすすめの飲食店で、結構筑紫野とか小郡にある太閤っていう焼き鳥屋さんが僕大好きなんですよ。そこのもつ鍋と鶏皮、ほんと美味しい。好きなお酒、やっぱビールでしょ。ビール最高。あとマリブパイン、甘い系ね。シャトレーゼのフルーツドロップとスイカバーかな。アディダス一択。結構あるからな。やっぱシンプルに鶏皮とハツ。サウナはやっぱキャビナス福岡かな。あと温泉は塚内にある扇屋旅館、あそこはめちゃくちゃお湯熱くておすすめ。好きな YouTuber は
カルさんかな。寿司ネタそんなに食べたことないんだよな。王道かもしれないですけど、炙りサーモン。やっぱね、長崎かな。今新幹線が通って行きやすくなったでしょう。行きたいとこね、グラバー園に、中華街に、他には軍艦島。朝ちょっと苦手なんですよね。結構朝弱くて、朝起きてとりあえずタバコ吸って朝ごはん食べてシャッと仕事行く。ぶっちゃけ映画とかは結構ネットフィリックスとかアマプラで見るんですけど、バンドとか好きなんで CD は買いたい派なんですよね。てか絶対買ってます。私はねケントのブースト捨てましたけど、あれ廃盤になっちゃったんですよね。今ねキャメルのメンソールですね。あーまた値上げとかなるとね、本当はタバコやめないといけないんですけどね。私ロバートさんが好きです。あのキャラ作りがもう最高。何があるかな、何かちょっとあった。私結構お肌が弱くてニキビできるんですよね。誰か解決を知らないですかね。